ドレイクはカナダ出身のラッパー、俳優。本名はオーブリード・ドレイク・グレアム。カナダの学園テレビドラマ、デグラシー、ザ・ネクスト・ジェネレーション2第1シーズンから第7シーズンまでレギュラー出演したことで知名度を獲得した。デビューアルバムから8作連続全米1位を記録するなど、名実ともに北米の音楽シーンを代表するアーティストの一人。2006年2月、 自身初のミックステープ、ルームーインプルーブメントを自主制作で発表し、6000枚以上の売り上げを記録。2007年には2枚目となるミックステープ、カムバックシーズンをリリース。2009年に3枚目のミックステープ、ソファーゴーンを自身のブログ上で無料のダウンロード形式でリリース。発表から2時間で2000ダウンロード以上を記録した。同年、 ソーファーゴーン収録の5曲に加え、新曲を2トラック追加収録したソーファーゴーンをリリース。この EP は、初週に7万3000枚を売り上げ、全米ビルボード200にて初登場7位を記録した。その後もセールスは伸び続け、結果的に全米で50万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクに認定されている。2010年に公式デビューアルバムサンクメレーターをリリース。 当時、ソーファー・ゴーンが話題沸騰中だったこともあり、初週に45万枚という、新人としては驚異的な枚数を売り上げ、全米ビルボード200にて初登場1位を記録した。トータルセールスは140万枚以上。2011年、2作目となるアルバム、テイク・ケアをリリース。発売週に63万1000枚を売り上げた上、累計では200万枚を超えるセールスを記録。 また、音楽メディアからの評価も高く、ピッチフォークメディアがこの年の年間ベストアルバム第8位に、ステレオガムが2位に、ファクトが7位に選出している。自身のレーベル応募サウンドのロゴ2012年自身のレーベル応募サウンドを設立。カナダ人のラッパーである、パーティーネクストドアが初めての契約者となった。2013年には3作目となる、ナッシングワズザセームをリリース。 発売週の売り上げは、前作を上回る68万5千枚となった。2015年2月、4枚目となるミックステープ、If You Are Leading This It's Too Late を、予告なしに iTunes ストアを通してリリースし、全米1位を記録。同年9月には、ミックステープ、HOA と A-Time to B-E a l i v e of Future との連名で、リリース。こちらも、大きなヒット作となった。 2016年4月、ビューズフロムザロックというタイトルでアナウンスされていた4枚目のアルバムをビューズというタイトルでリリース全米6週一位を記録する大ヒット作となる。今作のアートワークは地元トロントの CN タワーにドレイクが座っているというものであり、これを模したコラージュ画像や収録曲ホットラインブリングの独特なダンスが面白いと話題になり、ネット上で インターネットミームとなった。また、収録曲の中でもダンスホールを取り入れた楽曲、ワンダンスは世界15カ国のチャートで1位になるなど、メガヒットを記録し、2016年に世界で最も売れた曲となった。同曲はイギリスで15週連続1位となり、同チャートで史上2番目に長く1位を記録した楽曲となった。アメリカでは、リードアーティストとしては、 初の1位獲得となった。2017年3月、プレイリストと名付けられたミックステープ、モア・ライフをリリースし、自身7枚目の全米1位を獲得。全米年間チャート5位を記録するヒット作となった。2018年1月、EP、スケアリー・アワーをリリース。収録曲、ゴッズ・プランはアメリカで11週連続1位の大ヒットを記録した。 同年4月には次のアルバムに収録予定のシングル、ナイス・フォー・ワットをリリース。それまで、チャート1位だった、自身の、ゴツプランと入れ替わり初登場1位を記録し、全米発集1位を記録した。同年6月には5枚目のスタジオアルバムとなる、スコーピオンをリリース。収録曲、イン・マイ・フィーリングはインターネット上で、ダンスチャレンジが流行るなど人気が高まり、 アメリカで10週連続1位を記録した。ドレイクは2018年にベイビルボードで計29週1位を獲得し、年間1位獲得回数で歴代トップのアーティストとなった。また、ビルボードのイヤーエンドチャートでもラッパーとして13年ぶりの首位を獲得し、アップルミュージックとスポティファイでも年間1位のアーティストとなった。2019年2月に同年時点での シングルアルバムの総売り上げが1億7000万枚以上であると報じられた。2020年4月3日、シングル 2G スライドをリリース。ビルボードホット100で7度目となる1位を獲得し、3度目となる初週1位を飾った。シングルの3度の初週1位は、マラヤ・キャリーの持つ記録と並び歴代1位であり、男性歌手としては歴代最多となった。父親が、 アフリカ系アメリカ人で母親がユダヤ系のカナダ人。父親はミュージシャンで母親は教師であったが5歳の時に離婚。トロントで育ちユダヤ系の学校に通った。おじにベーシストのラリー・グラハムがいる。かつて歌手のリアーナと交際していた時期があったがほどをなくして破局している。女性誌 L によるとまだラッパーとしてデビューしたての頃に呼ばれた。 誕生会にて初めてリアーナと出会い、彼女が彼自身に親しくしてくれた初めての有名人だった。そして次第に交際へと発展したのだが、彼女にとってはあまり真剣な交際ではなく、ドレイク自身の意識とはかなり差があったそうである。その後も何度か復縁が噂され、2016年に再び復縁し、関係が公のものとなった。 同年に開催された MTV ビデオミュージック、アワーズでは、ドレイクがスピーチの際に、僕は22歳の頃から彼女に恋してると、リアーナに告白した。しかしその後短期間で破局。破局後に出演したトーク番組では、人生はいろいろなことを教えてくれるし、それでおとぎ話を信じるのはやめたよ。例えば、ドレイクとリアーナが家族になったよ。それって完璧。 みたいな週刊誌が喜びそうなおとぎ話をね。ちなみに一度はそうなりたかったけど、と心境を語った。2016年12月に、歌手、ファッションデザイナーのジェニファー・ロペスと交際を開始したが2017年2月に、破局しており、ディプロマティック・イミュニティの歌詞の中で破局について、歌っている。2017年10月、フランス人の元ポルの女優、 ソフィー・ブルッソーとの間に第一子の長男アドニスが誕生。ブルッソーとは恋人関係にあったわけではなく、子育てはそれぞれの生活拠点で共同で行っている。レーベルメイトのニッキー・ミナージュとは非常に仲が良く、彼女について自分の一番の理解者、彼女となら結婚しても良いと語るほど信頼を置いている。NBA チームトロントラプターズの熱狂的なファンでもあり、 チームのグローバル、アンバサダーとしても活動している。感染も数多くしているものの感染中の振る舞いが問題となり、チームが NBA ファイナルに進出した際には混乱が起きかねないとして感染の自粛を要請された。ありがとうございます。